はい、皆さんこんにちは、アジでございます。そうですね、三国志13ですね。やっていきましょう。どこに人を動かすのということで、落葉としたんですよね。こんなに私今土地持ってんだね。どんどん移動させていかないと。そうですね、もうここから、あ、違った、ごめんなさい、こっちだね、移動先を。で、移動元選択でここだね。で、一括で、こうやって、結構たんまりいるんですよね。もう、あ、ここゼロだわ。ここどこあ、そうだ、上等だ。上等取ったばっかりだわ。で、ここにも移動させましょう。めんどくさい、でもね、土地ごと持っていきましょう。はい、どうぞ、と。はい、移動についてね。はい、対象自動で。で、任命ですね。任命だね。任命じゃなくて。ね、ここと、もういないんでね。ここは、孫さんに。あ、リョモさんが、うわ、リョモさんもたんまりあるね。だってか、広いけど、数から言ったらそうでもないか。南の方はあんまり集中してないんですよね。北の方は密集しちゃうんですけど。さあ、上等ね。上等の皆さん、もう、あ、ちょっと休憩欲しいね。上等で一発、固めましょうか。宗神さんが、甲冑さんに行きましょう。お任せを。で、玄八子さんが、長人さんの方に行きましょう。おう。で、そうしないと、そうだね、これだね。で、この人が、女性さんが、宗神さんに行って、ははで、玄八子さんが、要は一つにまとめたいというところですね。そうですね。で、この自動で動いてる人たちは、自動というか、再配戦闘しない人たちは、もう私、工場兵器を持たないことにしますね。多分、数字で行くんだろうが、あんま意味ないのかな、というような感じで思ってますね。と、で、よっと。で、一つになったところで、総人勢移動しましょう。効能までね。そうね。てか、どっかで休憩一発欲しいなぁ。というか、回復ね。回復欲しいんだけど、あ、逆だわ、これ。療養所ね。となると、やっぱり効能かな。一度効能行きましょうか。お任せを。で、あなたたちみんな来てるんで、あ、ちょっと見直してみましょうか。長所、あ、まだ4日かかんだね、あなた。で、宗神さん、OK です。私はここで一回休憩と。合流。あ、あなた合流しちゃおうか。かしこまった。で、あなたはどこ行くの？あ、あなたは巨匠だね。だからそのままでいいとして。で、こちらは、あ、ちょっと長旅ご苦労さんだね。長旅ご苦労さんなんだけど。ん？あ、落葉に、あ、違う、私落としたの落葉って小物だね。ごめんなさい。落葉と言ってましたね。小物でした。ちょっと回復させないといけないね、士気をね。で、あなたは、ちょっと一泊、ここでね、合流するんで。あー、なるほど。リョモ先生、行ってますね。これどうなってんの？あ、負ける。これ負けるね。まあまあ、どちらかというと、陽動だからね。強撃を兼ねての陽動も兼ねてますんで、そっちに兵が分散されりゃいいのかなと。あら？あなた。あなたは、こっちで合流しましょうか。もう、長飛ともすっかり仲良くなりましたね。どんどん皆さん来てるんで。うん、これでいいでしょう。で、私は、入ったかな？入ったので、あ、そうだ。ここで、再編成しても仕方がないんだ。あ、勝者持ってんだね。もういらないや。あ、待てよ。やっぱ、チョーンさん、400超えてんだけど。チョーンさんね、チョーンさん馬がいいかな。あ、小兵器ね。小兵器いいよね。チョーンさんはやっぱり馬で運転だね。今後これで切り替えていきましょう。で、総評さんはもう、なしで。で、こんなもんでしょうかね。あとは、どこぞで、あと、同感抜かないといけないんだね。この人来るんだよね、多分ね。
もうちょっと待ちましょうか。あ、来ない。あ、絆だね。陳道さんと加工徳さんが新書にて保有になりましたと。ね、もうできる人いる？あ、陳道さんがいたわ。誰にしようかな。あ、文平さんいいよね。これとバランス取れてもんね。ねえ、あ、文平さんにしよう。で、誰か休憩してる人いない。もうちょっと待ちましょうか。鎮球勢が資料均衡、冠中なんか分かんないね。ちょっと分かんない、ごめんなさい。楽よりて電柱が前傾さんだっけこれと頭で、頭でいい人だね。はい、なんちゅうのなんとかちゅうの状態破壊しましたと。ちょっと待ってね、合流しまくってね。上等にてコーランが加工外の説得に投与されましたと。おお、どん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 。どんどん来ちゃってんで、私承知した。もう前になっちゃうかな、リクソンさん。私ね、かしこまりました。えっと、何人？7人で14万で、私ね、ちょっとミスってんですけど、前ね、あれなんであなた式減っていくの？減ってってない？減ってってんね。なんで式減ってってんの、この人。今減ったね。はい。なんで減るんだろう。なんで総順さん式が変だい。仕方ない、あなた建築部隊にしよう。よいしょ。で、見ていきましょうか。式減ったね。あ、あなたはとりあえず楽園に向かいましょう。お任せあれ。で、リョーモさん、これはちょっとやばいね。でも私が次動くから、また撤退すると思うんですよね。そうね、じゃあ行きましょう。じゃあ私はお次の攻めるところは長安ですね。行くぞ。違うよそこじゃないですよ。よいしょ。ちょっと拡大してやらないといけないね。行くぞ。はい、どうぞと。これより平行、にしてやつこの宗師は、宗師家かな、和をかって呼んだりしますよね。彩花さん、そうですもんね。上等にて新鋭が、あ、心配さんの子供だよね。トンコウさんの、説得に応じて投与されましたと。駐在にて勝負が高まり、上場層が検出されました。はい、早急さんね。県議において、そういうふうな表情が行われました。その結果について、軍備充実？これまた変なこと言ってんね。はい。ああ、来ちゃったよ、この人も。何人いるの？あなたとか8人。なかなか強烈だね。なんでこの人が、兵糧あるのにね、なんで士気がバンバン下がっていくのか、わかんない。町の上に乗せたのにね。さあ、この人士気ガンガンだからね。長安に来ても仕方がないんだよね。長安に来ても仕方がないので、でももうこっちも向かってない。あ、向かってないね、こっちは。あ、こっち任せちゃいましょうか。そうね。じゃあね、とりあえず長安行きましょうか。長安で、お任せを。加工藤さん、ちょっとね、式あげましょう。ダムンで、加工藤さん。加工藤さん、ちょっと暇だから、これ、作ってもらおうか。あ、こっちの方がよかったかな。あ、まあ、でもいいや。よし、平行制圧するものもよくやったぞと。作ってもらいましょうかね。作ったら上がっていかない？あ、上がってる上がってる上がってるよよくわかりませんでした。あ、加工藤で学校の制圧を開始しましたと。上等にて理学が、凶暴
わかんない、忘れちゃった。ちょっと待ってね。報告します。チョーン様よりと、急兵ね。ジョーより急兵ね。構わんぞ。はい、どうぞと。上等にって、竜壁さん。おー、黄金の人だよね。伝承の説得の王子登用されました。あ、そうだ、人だね。厳しいか。はい。厳しいか。はい。うってつけのものが多いよ。あ、どうぞ。はい。東洋ね。あ、これダメだね。あら。あら。あらららら。厳しいか。あ、もうこれ、向こうの配下だわ。だもんで、あとはちょっとお待ちくださいねと。あ、課題で休憩、終了ですね。じゃあね、このまで行っちゃいましょう。かしこまりました。早くこの人ね、合流させないとね。もう、それ以前のことになっちゃうでね。こうだね。で、過去との休憩だね。そうだね。じゃあ、ここ抜いて、同感だね、ここ。平行における、賢人建築の無事に成し遂げました。その山上なしですなって、その通りですね。さあ、ちょっと上がってきましたね。よかった。よかったね。あなたしばらく建築部隊やりましょう。お任せあれ。で、よいしょ。加工トンゼの庫における上座の建築。ああ、そうだね。ちょっと回復したいからしてくださいと。かしこまった。温厚の制圧を返すものとも進めと。銅管硬いね。石って硬いんだよね、5000まであると。よいしょ。報告します。ショーでの農業投資ね。はい、どうぞと。構わんぞ。で、お次は報告します。上兵での旧兵訓練ね。あ、どうぞ。お、なに招待さん。もったいない。構わんぞ。もったいないことしてんね。ちょっと招待さん、後で考えよう。反響と今日バックさんでいいのかな。ちょっと待ってね。何回も言ってんだけども全然覚えないね。あら、出てこない。あ、出てこないね。この中にいるかなと思ったんだけど、いないので。あ、もうできないね。あー、皆さん無理ですね。無理になっちゃいましたね。さあ、ぶっこ抜きましょう。よし、温厚を制圧するものもよくやったと。ここにおける軍学大、建築の任と。じゃあ、あなたはね、あ、もういいとこまで来たね。じゃあ、あなたは我々と合流しちゃいましょう。総評税、あ、こっちにしときましょうか。長和にね。で、宗純さん、あなたもだいぶ回復したね。回復したけど、あなたは建築部隊に回りましょうか。次ここね。あ、一遍、いや大丈夫だ、いける。あなたはできる子だ。よいしょ。はい、同感を制圧しました。都市技術人口増加上昇台が業において導入されました。あ、ちょっと待って、なんか気になってるのがね。あなた先行っちゃまずい。あなた先行っちゃうとまずいから、ちょっと一度同感に帰っちゃって。林雄の集落が5軍が北平に持続し、北平の農業が500個増加しましたと。これでいいんじゃないのと。で、竜王さんね。はい、どうぞと。で、あなたは、で、ここに行きましょう。通り過ぎることできんのかな？できんのかもわかんないんで、一度やってみましょうか。いや、でも無理でしょうね、普通ね。同盟組んでないと、同盟結んでないと無理だと思うんでね。五の集落が五軍の勝敗に従属し、初期采配が増えました。孫権区の総兵勢が長安へ攻撃を開始しました。はい、馬頭勢出てきましたね。もうこれ長所さんお見せできるかな。戦に攻めて軍備を行うと。私ね、もう私できますよ。地力38分になりますよ、もう。ここはね、長雲さんがいるんで、そうだね、よいしょ。収賄はこの辺にしておきましょうか。で、
どちらかというと迅速欲しいとすれば、迅速欲しいのは抜いた後だからここかな、ここだよね。いや、そうだよね、難しいね。ここでやってもここで止まるからね、やっぱここの方がいい気がしますね。でこれも、あ、あとここか、烈鋼鉄器、烈鋼鉄、はい、これでいいんじゃないでしょうかね。じゃあ行きましょう。全軍進め。足の速い方が多分変化に広める好機ぞ。かしこまった。ここで両方さんはもういっぱいいっぱいになるでしょ。あ、リュウイさんがいるんだった。それ忘れてた。みんなトロいわ。トロいからもうこっちでいいんじゃない。多分チョウムさんやってしまいそうなんで。全軍敵を蹴散らすのだ。あ、来ちゃったね。あ、そうだ、チョウリョウさんがいるんでね。この人の采配、つい最近この人の采配を目の当たりにすることがあったんですけど、強烈でしたね。もうこの人すごいわ。ほら、おののけ。はい、あ、ちょっと待ってね、あんた何してんだ。あ、待機中。ちょっと待って、待機中、指示与えたと思うんだけど。お任せあれ。来るまでに終わりますよね。で、チョウンさんがドカドカドカっと行けばいい感じに、ね、なりそうですね。はい、おしまい。やっぱり、ね、長山の長子流押して参る。やっぱこの人とカコートンと馬長さんぐらいは馬だね。そんな気がします。長山の長子流押して参る。あ、もう213年だ、やばいね。お任せあれ。216年まででしたっけ。どなたかがいただいた話で計算して言っていただいてる方がね、216年か213年だったと思うんで、13年だったらもうやばいねというような感じなんですけどね。あなたたちはとりあえず目標こっちに切り替えましょう。お任せあれ。抜いた後休んじゃうんでね、ここに目標してるとね。いやー、強烈だわ。ね、抜いちゃったでしょ。ね、もうこれ法政さんかな。あ、法政さんだね。あとかかけてくんだけどね、どうしちゃおうかな。あ、そうだ、これだ。これ使っちゃおう。皆の者、力を示せ。で、この辺の人ぐらいでタコ殴っちゃおう。お任せあれ。ほら、おののけ、おののけ。迅速使うんですね。で、張飛で挟んじゃおう。任せとけ。もうこんだけ囲まれた、さすがの法政さんもね、無理でしょう。で、抜きましょうか。抜いてこっち行く。あ、待てよ、これもう馬頭さんやっつけちゃうね。高順勢に、あ、建築してください、お願いします。かしこまった。あ、逃げるね、逃げるね、逃げるね、逃がさない、逃がさない、お任せあれ。逃がさない。封印しちゃった。あ、逃がしませんよ。お任せあれ。で、もう行っちゃおう。お任せあれ。もう皆さん行っちゃおう。行っていいわ。行くぞ。者ども、わしに続け。よいしょ。これだね。ちゃんと蓋しましょう。お任せあれ。入った。あとはこれかな、やっぱり。あ、まだ使えないや。すごいわ。いやー、もうここまで来たらこうだよね。あ、呂布が先入ったんだね。戦後大将支流だと。身に余る光栄ねと。長領さんが2番目でしたね。さあさあ、長安落としました。長将さん間に合うかな。法政ら3人が総評で捕獲されました。はい、どうぞと。で、こっちに誰持ってこようかな。どこからと。
ここは空いてるんで、ここ開けれるよね。そうだね、いけるね。お尻切っちゃおう。あら、ほい、あ、移動先ね。ここで、お、ちょっと待ってね。移動命令、移動先の都市を選択。あ、で、移動元を選択ね。ここね。ああ、一括あった。あ、じゃあ見えてなかったんだね。はい、どうぞ、あと。大使ね、自動でね。で、任免で、認知提案で。これはちょっとめんどくさいんでね。これもあとスコーンってできるのがあればいいんですけど。これね、一番引いちゃうとね、時間止まっちゃうのはいいんですけど、こっから上、オペレーションできないんですよね。歩兵が。これどうなの？で、スクロールしないし。ね、ちょっと、ちょっと文句言ってみちゃったりしましたけど。はい、あ、いい時間になっちゃったね。というわけでね、じゃこの辺で終わっておきましょう。総評さんで三国志13ですね。終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。